吉根さん、速稼塾の久保です。最近ね、子育てをしていて思うんですけども、子育てのスキルってこれまたね、専門業なんではないかなと思うんですよ。というのが、これから出生率ってのどんどんなんか減っていくらしくって、今日もなんか統計出てましたよね、なんか随分子供が生まれてくるその数ってのが減るみたいなんですよ。ということは、子育てをしている人の数がこれから減るっていうことじゃないかなと思うんですよ。でもですね、子育てをする人は亡くなりはしないんですよ。先細りはするんですけども、亡くなりはしない。そういう時に、近くに子育てをしたね、同世代のママ友とかがいればいいんですけども、おそらくそうはなっていかないんじゃないかなと思うんですよ。そして核家族が進む中で、きっとですね、出産をしたお母さんやお父さんのそばに、出産経験のあるお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、おじさんやおばさんっていうのが、これまたいない可能性が高いんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、近くの子育て経験や出産経験がある例えば60代70代の方が、まあ、ベビーシッターとかね、子育て支援として、まあ、アルバイトかなんかで来てくれる可能性があるんですよ。実際ですね、時給1000円ぐらいでそういうサービスを私たちは受けれるみたいなんですよね。ということは、子育ての経験がある今昭和生まれの主に女性ですよね、50代60代の方、もしかしたらそれ仕事になるかもしれないんですよ。で、すでに経験したことばかりですから、直接あるのが怖ければ、例えば YouTube で簡単なアドバイスですとかね、子供は1歳の時こうなりますよと、2歳ぐらいでこうなりますよと、3歳ぐらいではもうこういうふうになっているんでいくんですよっていうふうな全体像、個人的感想というね、前提をもとに発信していけば、それ役に立つ方多いんじゃないかなと思うんですよ。実際私なんですけども、子育てとかに使うおもちゃとかね、チャイルドシートとか、これ全て YouTube で検索してやり方を覚えたんですよ。説明書はほとんど見てないです。抱っこ紐とかもそうですしね、なんですかね、バウンサーとかもそうですしね、それからベビーカー、こういうのもベビーカーうち3台もあるんですよ。それがね、全てね、すごく安いんですよ。ただか3000円ぐらいで1台5万とか6万のやつが、まあ本当にね、メルカリとかで流通してるんですよね。そう考えていくと、その一つ一つの機材の使い方とかもそうですけども、子育てには何が必要か、これはできればあった方がいいんじゃないの、これは買ったけども多分使わなくなりますよみたいなアドバイスもできる人って多いと思うんですよ。究極ね、何もないけども子育てをした人の経験も役に立つと思います。あれこれ買う必要はないってことですよね。で、場合によってはおむつなんていうの、今紙おむつですけども、布でおむつをやるやり方とかもあるかもしれませんしね。なんかね、子育てに関することって、しかも1歳とか2歳とか3歳とか4歳とか5歳のスキルっていうふうに、ずっと毎年毎年新しいスキルが必要になってくるんで、ずっとロングテールで回り続けると思うんですよね。で、発信者が多いかっていうと、そんなに多くないんですよ。で、今回の動画で何が言いたいかっていうと、自分が歩いてきた人生は必ず誰かの役に立つってことなんですよ。しかもこれは全てがお金になるってことなんですよ。どうですかね、自分の経験してきたことや自分の得たものとか失ったもの、失敗したこと、成功したこと、全部ひっくるめて自分の人生が誰かのバイブルになるっていう考え方、私も同じです。ネットビジネスでやった自己アフィリエイトっていう私の経験を人に教えただけですからね。それで1000万とかいくわけですよ、だからね、自分がやったこと、自分のできることを、自分のやってない、自分のね、まだやったことの中でできてない人とか知らない人に教えていくっていう、この情報格差を見つけていくためにも強く発信することだと思いますね。たくさん発信すると、情報、例えばね、私がずっと発信していて、この人の言うことは、久保さんの言うことはね、もう知ってますよっていう人は私の塾に入らないわけですよ。あ、なるほどと、そういうことだったんだねっていうふうに情報格差のある人が反応して、速稼塾の検討をいただくと。で、実際に、情報発信による稼ぎ方についてね、あ、そういうことだったんですねって分かった人は購入していただくということですね。ちょっといい例があるんですよ。去年の今頃、ネットビジネスをやってる人でね、情報発信してる人で全然売り上げが上がらないって言った人がいたんですよ。で、私は軽く、面接してですね、で、実際どういう商品持ってるんですかって言ったら、いや、商品特に考えてないんですけどって言ったんですよ。商品ないんだったら売り上げ上がりっこないですよねっていうところからスタートして、どういう商品がいいんですかねっていうことだったんで、いつものように低価格か無料のもの、ね、1000円以下で手に入るもの、無料でもいいよと、こういうのが一つ、それから2万3万ぐらいのもの、場合によっては5万円ぐらいのものでもいいよと、
中級クラスの価格のもの、あとはね30万から100万の高額のもの、この3つを松竹梅で用意しておいて、商品の中身は考えなくてもいいけども、こういう商品がありますよっていうふうにいつもねお話しする、誰かに伝えていくってことをやっていけば売り上げは立ちますということで言ったらね、やっぱりね売り上げ立ってたみたいです。最初は無料低価格のなんか3000円のものをね10本ぐらい売れたらしいんですよ。で今度はその3000円のものを10本買ってくれたその10人のお客さんの中で3万9800円の中級の商品を買った人が1人出たらしいんですよ。まあ高額の商品っていうのはそのところは持ってなかったらしいんですけども、とりあえず30万って設定だけしたらしいです。1年経って今その30万の商品が10本売れたそうですね。こういうことなんですよね。商品がないということで、それを教えてくれる人がいれば、あ、なるほどって思うんですよね。まあ、ですんでね、情報発信をすることっていうのは、聞き手とか視聴者さんが、この人は自分にない、これを持ってるはずだっていうふうに期待してくれるんですよ。それが質問となってきますんで、その質問に対して答えることがすでにセールスになるというふうな形ですかね。まあ、ですんでね、まとめて言うといつもと同じですけども、まあ、自分の見てきたこと、聞いてきたこと、やったこと、やれなかったこと、全部アウトプットすれば良いということでございます。行ってみよう。